おい、やめろ。絶対押すなよ。タッチャいいね。その顔いいよ。バカマジだって。これ絶対熱いから。すごく熱いから。またまたそんなこと言って。本当は熱くないでしょ。バカ、本当だって。うわ、熱い。俺の名は達郎。自分で言うのもなんだが、それなりに人気の中堅芸人だ。達郎さん、お疲れっす。いやー、今日も良かったっすよ。でしょでしょ。また次も読んでね。俺頑張っちゃうよ。はい、ありがとうございます。次回の検索してはいけないワード集、絶対呼びますね。いいじゃん。俺向きで面白そうじゃないの。ああ、そうだ。今日の熱湯風呂なんだけどさ、最近温度ちょっと低くない？体感的に36度くらいで、逆にリアクション取りづらいんだけど。ああ、そうなんですよね。実はわざと最近温度低めにしてるんです。昔は本当に暑くても良かったんですけどね。時代的にうるさくなってきてて。いや、まあ別にいいんだけどね。達郎さんのリアクションがでかくて本当助かってますよ。最近の若手はリアクション弱いですからね。そうだよな。最近の若手芸人たちはなんだかみんなリアクションが薄いというか、聞くところによるとそもそも熱湯風呂 NG というやつも多いようだ。達郎さん、お疲れっす。お疲れ。今日の仕事はどうだったよ。いや、あんまり手応えないっすね。そうか。ま、今日は飲め飲め。反省会するぞ。はい、よろしくお願いします。で、具体的にどんな感じだったのよ。それがですね。なるほどね。熱湯風呂断っちゃったのか。はい、なんというか、すいません、何が面白いのかわからなくて。面白くないし、体ずぶ濡れになるし、次の現場に影響出ちゃうんですよね。まあ着替えてメイクし直してってなると大変だからな。そうなんですよ。ってバカ野郎、ブベラ、な、何するんですか。お前、芸人としてめちゃくちゃ損してるってのが分かんないのか。え、いや、そんなこと言ったって。芸人の一番美味しいとこ捨ててるぞ。でも見てる人たち的にはどうなんですかね。お前さ、心理的リアクタンスって言葉知ってる。え、1、心理的リアクタンスとは。知らないっす。何ですかそれは。いいか、人間ってのは常に自分の行動を自分の意思で選択したいって生き物なんだ。でもそれには一定の束縛が伴う。束縛されると強いストレスを感じて早く解放されたいっていう心理が働くのさ。まあ簡単に言えば、やったらダメって言われるとやりたくなるってあれだよ。そういった心理のことを心理的リアクタンスっていうのさ。なんか難しいことしてますね。さすが達郎さん。でもそれが何の関係が。バカだなお前。これはまさに芸人に必要な考え方なのよ。世の中の人たちは禁じられたものに魅力を感じるのさ。それをテレビというメディアで人々の代わりにやるのさ。それこそが芸人の仕事の一つなんだぞ。なるほど、そういうもんなんですね。2、絶対に検索してはいけないワードとは。そうだ、お前今度俺が出る番組一緒に出るか。マジっすか。どんな番組なんです。俺と一緒に検索してはいけないワードを検索して検証していく番組だ。検索しちゃいけないんですよね。なんかな。いや、別にそう大したことじゃないぞ。え、そうなんですか。ああ、例えば富野の地獄、エレナ究極のラブストーリー、オジロクオバサーとかだな。え、達郎さんまさか検索しちゃったんですか。検索するだけじゃなんともないって。なんすかそれ、気になる。でも怖い。そう、そこなんだよ。え、調べちゃいけないって言われるとさ、なんか気になっちゃうだろう。でも自分では調べたくない。芸人ってのはそういう人たちの代わりになることで注目を集めれるのさ。なるほど。ちなみにどれもちゃんと調べればそれなりに裏が取れるものだったりするぞ。まあ中途半端に調べた人が噂を流してそれが都市伝説になっていくみたいものもあるから、現代みたいなネット社会の弊害ってやつだな。ああ、確かになんかわかるような。まあそんなわけだからさ、お前も芸人だったらそういうとこ意識して仕事しろよ。はい、ありがとうございます。あとさっきの番組、本当に出る気あるなら声かけるけど。あ、ここは試されてる。さっきの達郎さんの話だと、ここで嫌だって言えばもっと俺を番組に出したくなるってことだよな。よーし。
ああ、でも今回はちょっと遠慮しときます。なんか出る気になんなくて。よし、こうやって断られると。そっか、それなら仕方ないな。無理強いはできないからな。え、無理って悪かったな。お顔当たるよ。ああ、もうこんな時間だ。俺行くわ。じゃあな。の、ちょっと達郎さん、心理的リアクタンス。